拙者は侍じゃ。調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度、始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は、我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど、修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。
今のは三十郎様かい？ああ、そうだな。こんなに急いで。何年言ったら分かるんだい。これは売り物じゃねえ。世界銀行を譲ってくれ。よし、大変。米、引き立てだよ。ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ間違いねえ。僕が森の早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何もとっ振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら避けとけ、足の番じゃ。勝負事は相手の両親の時に勝つ者が。気がついてねえな。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。どうかお待ちを。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ひろき殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。逃げろ、逃げろ。何者かの襲撃です、ひろき殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ奴らは無駄中に降りる。起きてくれ、助けてやってくれ。誰か助けてくれ。死ぬつもりだ。お前を仕返せ。腕に覚えのある奴はおるか。おらだ。やりさえ持てれば。なんとかった。ありがとう。ひろき殿、皆を、私は父上を見つけます。いけませぬ、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に会わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ひろき殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。この向こう水な物の符は誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。臆病者が。叩き切れ。こいつの命など何なの。腰をへし折ってやる。様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けて行きなされました。誰もおらん。行くぞ。死ねえ、どうたち。
でに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者はお供さ、愛子殿が無事であればよいが。腕が、なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。首を落とせ。負けるか。かっけえ。うわっ。うわっ。いつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。そこで止まれ。お気に入りのものが。なんでだ。本は放っておけ。壁を登れ。死ね。もう一発じゃ。退いておる。これは先生の行いか。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。刀か。年葉もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ参れ。せいっ。
小僧、恥さらしめが。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。
上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。己を買いかぶりすぎる。最後じゃ一斉にだ。ほっ、野郎は一気だけだ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。足は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあ、いい。逃げるぞ。気がかかってやる。ほっ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。死ね。Oh!
しまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。あげはものが。橋は落とされておる。されど古い金掘りのマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。メッシも絡んだ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたが、病に倒れちまうぜ。酒に命乞いを買いかぶりすぎじゃ。うん。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。死ね死ね死ね。死ね止めろ。Yeah!
女をすぐさま離せ。お前は後だ。じゃあこの男を縛れ。この者が体かぶりすぎじゃ。雷神様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがった。クソ野郎。どこのお方か存じませぬが、誠に片付けのうございます。あいつらまだいるのか。
の中に奴がおるんじゃ。死ね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 。にも叩き潰してやる。
命乞いするなら今のうちじゃ。うっ、己を買いかぶりすぎじゃ。猫にもかなわんな。そこまでだ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまず命乞いするなら今のうちじゃ。どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か。
もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しだ。なぜ阿学、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。命乞いするには少々遅い。頭を引きちぎっちまいな。用なしのゴキかぶりが。気づけろ気づけろ。捕らえたぞ。その程度か。お前の苦しみはわしの喜びじゃ。臆病者。刀もろくに握れねえじゃねえか。止めろクズ野郎が。見送りにせえ。かぶりすぎじゃ。お前の苦しみはおいしの夜だ。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできまい。父上は黄泉への途につかれました。村は
導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。